さあ、4選手の紹介であります。60分3本勝負を行います。アコラ挑戦者チーム160パウンス、長谷川咲恵。今年の私の一押しです、長谷川咲恵。同じく150パウンス、トヨタマナミ。今年の目標は赤いベルトというトヨタマナミ。赤コーナー選手権チーム155パウンス、井上貴子。今年は焦らずに大人のプロレスに向かって一歩ずつ頑張るという井上貴子。同じく175パウンス、井上京子。タッグのベルトだけではありません、トヨタマナミの IWA オールパシフィックのベルトも狙っています、井上京子。さあリング上が大変なこのテープで埋め尽くされてしまいました。いやー、この後楽園ホール大変な盛り上がりを見せています。メインイベント 3WA 世界タッグ選手権試合の時を迎えました。さあ阿部さん、はい、まさにこれからを背負って立たなければいけない4選手が、まあ、これはタッグ戦でありますけれども、それぞれの何か個性をねこうきらめかせるような、そんな試合になってほしいと願っているんですが、うん、その通りですね、いやもう時代を背負うと担うというよりもね、時代を作らなきゃいけない選手ですからね。なるほど、自分たちがこれから切り開いていかなきゃいけないように、はい、もう自分の時代をね誰が作るかですからね、なるほど、私は、はい、もちろんこれは2対2のタッグ戦でありますが、一人一人の個性のぶつかり合い。早くもリング上では火花が散っております。阿部さんはこの井上京子、井上貴子組対豊田真奈美、長谷川咲恵組、この両チームの戦い、どんな風にご覧になってますか。難しい試合になりますよね、まあ、タッグとしてはね、ダブル井上の方がね、はい、コンビネーション的にはいいと思いますけどね、早くもタッチワークを見せてますがね、まあ、豊田長谷川もね、お互いにこう切れる技を持ってますから、ね、はいはいはい、タッグチームとしてはお互いにやりやすいんじゃないかと思うんですよ。あ、なるほどね、まあ、あのトヨタに聞きますと、あのテレビ中継の際ではあんまりこの2人のコンビというのはないですけどもね、あのよくテレビ中継でない時の、試合ではですね組んでいるそうで、意外に噛み合うというふうにトヨタ真奈美は言っていましたが、さて果たしてこのテレビ中継でのトヨタ長谷川コンビのこのコンビネーションはどうでありましょうか。早くも何か井上貴子らしさを出しております。これが2回目の防衛戦ですが、ジャガーさんどうですか、この 3WA のタッグチャンピオンとしての井上京子、井上貴子ってのはどう見てますか。そうですね、なんていうんですか、あのコンビネーションっていうのはしっかりしてきたとは思うんですが、あの普段もねよく組むことが多いと思うんでね、ただなんかまだチャンピオンとしての自信っていうものがまだ感じられないなっていう気がするんですよ。それにはまあやっぱ防衛を重ねないとね、ベルトはヒットしないですから。まだまだね、2回ですからね防衛ね。ジャガーさん、あのシングルのベルト何回ぐらい防衛されました。通算で13だと思うんですけど。失礼いたしました。まだまだやはりそれを考えますと、これが2回目の防衛戦ですから、やっぱり京子貴子はもっともっと、まあ、ね、戦績を積んで、もっともっと強い相手と戦って、はい、そしてこのベルトの価値を高めていかなくちゃいけないと、そうですね、いうことですか、はい、ベルトは後からフィットさせるもんだと思いますからね。あ、なるほどね、ブカブカでね、あの太ってわけじゃないですか、ね、はいはいはい、ベルトの価値に自分の大きさをどんどん合わせていかなきゃいけないという、そうですね、さあ厳しい言葉が先輩からありましたけれども、まあこの京子貴子も今年にかける気持ちというのは阿部さんもちろん持ってるでしょうしね、まあ、先ほど言ったようにね、誰もがチャンスだと思うんですよね、まあ、一応アジャがね、はい、頂点にはいますけどね、はいはい、誰がこう、まあ、取って変わるというのは、上に行けるのかというのもね、みんなチャンスあると思いますよ今は。なるほどね、こういったあの自分の見せ方ね、個性の見せ方一つ一つにもその辺が現れてこなくちゃいけませんが、そういう意味ではこの京子貴子というのは自分たちをこのアピールするというそういうアピール度は満点であります。今年はあれでしょうね、大体もうみんなあの
カラーというかそういうのが出てきてると思うんですよ、自分のカラーなりね、はいはい、プラスアルファというかね、サムシングニューっていうのを誰が出してくるかじゃないかと思うんですよね。なるほど、この満場のファンがおお、こんなことをするのかというようなびっくりさせるような、そうですね、まあ、若竹のそのなるほど、ね、ファイトスタイルですからね、はい、まあ、そういう意味ではこの長谷川早紀江、私の一押しの選手でありますが、いわゆるあのブリザード雪で一つ殻を破ろうとしたあの長谷川早紀江が今年になってそれをいかに踏襲して、そしてどう殻をぶち破っていくか、この辺も注目されるところでありますが、さあこの新種の試合どうか。さあ長谷川早紀バックに回り込みながら、そして今度は豊田真奈美にスイッチ、豊田真奈美ダイビングヘッド、豊田真奈美のダイビングヘッド、あー今度は、あー先ほどのお返しだお返しだ、あーこの辺りは見事であります。ここ出てこいというそういう感じの豊田真奈美であります。さあさあ高子にもお返しだ、あ今度は下から下から、長谷川早紀江豊田のコンビ、これ、ジャガーさんが大喜びしてますけど、好きですね、えげつない声、えげつない声、まあ高子もよくえげつない声やりますからね、いやでもさっきの安倍さんの話じゃないですけど、トヨタもこんなえげつない攻撃あんまりどちらかというとジャガさん、ね、する方じゃないですけどね、内面にはそういうものを持ってると思いますよ、持ってるんですねみんな持ってますよ、結構女のが怖いですからね、あーなるほど、ね、いわゆるガチガチのベビーフェイスという、ね、感じのトヨタ真奈美でありますが、何か結構嬉しそうにトヨタ真奈美も顔面をグリグリとえぐっておりましたが、さあ完全にお株を奪われた感じの井上貴子、ロープサイドであります。今度はフェイスクラッシャーでありますが、目まぐるしく青コーナーもなかなかこれ立ちワーク、阿部さんうまくやってますね、リズム感ありますよね、リズム感ありますね、あー DDT、 さあそして今度は、あー思いっきり今度はご覧のように蹴り上げております。そしてパイルドライバー、なかなかその新春からえげつなさを前面に出したというようなそんな感じもありますけれども、さあヘッドロックからそのまま赤コーナーサイドに持っていきました。今度は強固にスイッチであります。両足を取りました。あこの辺りも相変わらずそのうまさは健在であります井上京子。今年はこの阿部さん、井上京子はこの豊田真奈美からねベルトを取るんだというようなことを言っているようですが、まあ、去年2冠戦で敗れましたからね、そうなんですね、タイトルでね、 IWA とそしてオールパシフィック、かつては巻いていたねベルトですからね、はい、しかしやっぱりそれよりも 3WA を目指してほしいと思いますけどね。あそうですね、ね、はい、なんと言いましても、うん、北斗晶が完全に戦列を離脱、あるいは東京ドーム大会戻ってくるかもしれないという言葉を残して、あの昨年の東京ドーム、あのベルトを置いて立ち去っていった後ろ姿、非常に寂しいものがありましたけれども、北斗晶がいなくなったとなりますと、アジャコングがこの全日本女子プロレスの頂点にまさに君臨しているわけでありまして、その対抗馬は一体誰かという阿部さんね、うん、その挑戦権を得るのは果たして誰かという、それがこの今年の全般の大きな見どころになるかと思うんですが、その通りですね、まあ、昨年もそうだったんですけどね、結局強烈な対抗馬というか、まあ、タイトルを奪う選手が出てこれなかったということですね、はい、まあ、それが結局2年連続北斗晶 MVP という形に今なったわけですがね、まあ、その通りですね、トヨタにもこの賞をあげたかったというふうに言っていたのが、あの北斗晶の受賞後の、まあ、話だったんですが、トヨタも何も本当に頑張りましたけれどもね、そうですね、まあ北斗のね受賞が、うわー今の入り方はなんだ、話が途中になってしまいましたけれども
今の釣り天井の入り方すごかったですね。そうですね、回りましたからね、相手に柔軟性がないとこれはできないんですよ。あ、なるほどね、逆にこれは豊田真奈美にとっては自らのもうやらかして柔軟性が穴になったという形ですね。三宅さん、はい、相手に柔軟性がないとこれはできないんですよ。あ、なるほどね、逆にこれは豊田真奈美にとっては自らのもうやらかして柔軟性が穴になったという形ですね。三宅さん、はい、試合前の控え室でね、この WE の上ですけども、口の方も滑らかで、滑らかで、今日はもう95スペシャルをどんどんと出していくっていう話してたんですよ。95スペシャルというのは、どこスペシャル、95スペシャルとかね、わーっとまとめたーパーマトヨタ。なるほどね、ちょっとアレンジした技をどんどん出していくようなんて話、ね、なるほど、例えばオーロラスペシャルをちょっと変えてみたりとか、はい、あー、なるほど、あー、セカンドロープ、いやー、まさにワンダーランドが展開されつつあります、新春の後楽園ホール。いや、これは周りのファンも堪能してますね。さあ、また畳んだ畳んだ畳んだ、カウントはどうだ、カウントおっと 2.5、 村山大地、さあ、よくもやったなという感じの井上貴子の表情でありましたが、さあ、おっとっと、そこをなんと長谷川早紀江が捕まえた。しかし、その後ろからまたさらに捕まえたのが京子。で、アームホイップ、なだれ式のアームホイップであります。ホールに入る、カウント2で跳ね返していきます。さあ、今度はどうでしょう、チャンピオンチームの体勢になるか。うわー、出たートップロープ、トップロープであります。さらにニュートラルコーナー最上段、長谷川早紀江がフォローする。ムーンサルト、あー、自爆、ムーンサルトプレスは自爆であります。息もつかせぬ1本目からの展開、あと全く、阿部さん、これどう転がっていくか分かりませんね。さあ、飛ぶか、新春初飛行か、飛んだ、トヨタ真奈美、今年も後楽園ホールの天井高く舞い上がりました。井上貴子がリング内、さあどうだ、60分3本勝負、1本目いくか、コースアーム、さあさあ、井上京子は間に合わない、あーっと体勢が崩れた。今、阿部さん、チャンスだったですがね、ほとんど決まったと思いましたけど、井上京子も間に合ってませんでしたからね。ソバット、空振り、バックドロップ、ホールド、ホールド、ホールド、危ない、あーっと、長谷川早紀江、つい私は危ないとしてしまいましたが、カウント 2.8 でありました。さあ、ナイアガラドライバーか、ナイアガラドライバーの、あっと、長谷川早紀江、空振り、ラリアと空振り、裏投げか、裏投げ、できない、できない、呼んでいる京子、あー、危ない、いや、これ1本目からジャガーさん、すごいですね。そうですね、完全に後楽園ホールのファンの心をつかんだ4人。さあ、取れ、エルボー、決まったか、あー、いや、今のも決まったかなと思いましたが、さあ、合体という大きな声が出ましたが、合体のパイロドライバーにいけるか、いけない、いけない、いけない、さあ、長谷川早紀江、チャンスを迎えるか、逆に振られた、ソバット、ソバット、ソバット、一発で決めたか、あーっと、右手が上がった、いけたかなという感じ。さあ、ロープにする、フラフラになっている京子、それでもしかし本能に避けた、ラリアート、いや、もうこれはカウントも 2.5 から 3.0 の間を揺れ動くカウント。さあ、行くぞ、行くぞ、京子、あー、逆に掴んだ、裏投げ、食い止めた、食い止めた、裏投げだ、裏投げだ、うわ、取れないか、取れないか、これがタイトルの壁か、なんという急角度の裏投げ、もう一回、連発、連発、もう一発か、3連発、
去年よりは角度が違う、キレが違う、力が違う、ダウンとは久し、上には届かない。阿部さん、いや長谷川もしかしこれは強くなってますよ。セカンドロープ、セカンドロープ食い止めた、食い止めた、チョークが、うわっと今のは回転しながらの DDT か、どうだどうだどうだ、決まった。1本目はなんとチャレンジャーチーム、トヨタ長谷川、13分39秒、長谷川勝ちで仕留めた。3WA 世界タッグ選手権試合、1本目はチャレンジャーチームです。さあ2本目のカウントが鳴りました。もうチャンピオンチームは1本も落とせません。 DDT の返しだ、 DDT 連発。三宅さん、はい、でも井上京子ですけどもね、先ほどの裏投げ高角度、はい、側頭部から全て落ちましてね、首をかなり痛めました。あ、それでちょっと今抑えてたのかな。はい、あ、なるほど、かなりのダメージ残ってるのがちょっと心配です。あ、そうですか。井上京子がややその首のあたりにダメージを抱えるとするならば、井上貴子、お前が頑張らなくちゃいけない。チャンピオンチームであります、ラリアート空振り、おっとキックを一発見待っておいて、どうする。あっと今の阿部さん、どっか狙いがあるんですか。押しのあたりですね。そうですね、ソバットに行くタイミングなんですけど、ね、あー、DDT ちょっと狂ってるのかもしれません、ね、なるほど。さあチャンピオンチーム表情からは余裕の表情全くなくなりました。一本も落とせません、チャンピオンチーム。2人攻撃、ダブの DDT、 意地でもという感じで押さえつけた。トヨタバナミが待っていました。さあトヨタが、トヨタが待っている、トヨタが待っている。さあトヨタが行くぞ。ああ、そしてニュートラルコーナーに今分かれた、両サイド分かれた、分かれた、分かれた。さあダブルで飛んだらダメだ。さあそして今度は、今度は逆に2人 STF に入る、 STF に入る、キャメルクラッチと STF。 井上京子、井上貴子がチャレンジャーチームを捕まえた。あっとギブアップ、ギブアップ、ギブアップ、どうなんだ、どうなんだ。完全に足を固めた。阿部さんどうですか。完全に入ってますかね。ちょっとまだ浅いと思いますけどね、トヨタマナミがこういったストレッチ技でギブアップを奪われたことは私の記憶ではクロスに入って以来1回もないはずです。いやジャガーさん、それだけ今の足をロックしたキャメルクラッチが効いてたってことですね。そうですね、身動き取りにくいですし、もちろん膝も固まってますからね。固まってますからね。あ、しかしまだ生きているトヨタマナミ、カウント、おっと決まるか。チャンピオンベルトが今赤から青に半分だけ移動したという感じであります。さあセカンドロープ、トップロープに上がったところ、あー早くも取りました。このあたりは井上京子の面目躍如であります。おっとフォールに入ってカウントは2つ。そして井上貴子にスイッチしていきます。チャンピオンチーム、やや朦朧としているトヨタマナミ、ゆっくりと立ち上がったところ、おっとダイビング2位に入ったところか、バックを取った、素早い攻撃、ジャマン、ジャマン、おっと、もう村山大地の振りも今日は大変でありますが、カウントは2つであります。そして長谷川先へ、ラリアートかわした、ラリアートかわした、バックを取った。長谷川先へ、昨年度は全日本女子プロレス大賞の殊勲賞に輝いた長谷川でありますが、それをステップボードに、果たしてこの90をどこまで、どこまで駆け上がっていくか。そのためには何としても欲しい勲章、カウント、あーっとカウント2つ。
この新春第1弾の大会で長谷川に勲章が果たして入るか、タイトルが果たして移動するんでしょうか。しかしそうはさせじ、井上貴子仁王立ち、ニュートラルコーナーダイビングに、ダイビング2位から片蛇固めに入った、なんとか返した。あ、笑顔が戻った。ようやく何か、今の阿部さん笑顔はようやく何かチャンピオンチームのね流れになってきたような感じですもんね。いよいよちょっと感じますよね。さあチャンスを迎えたチャンピオンチーム、もう一回狙いを定めてダイビング2位。